はい、ピョツヨモネです。NG の続きからやっていきたいと思います。親友の天野目くん、なんか渡してきました。ビシッて、いや、今なんかナイフが刺さった音だったよ。缶ジュース投げた音じゃなかった気もするけど。青と白を基調にした涼しげなイラストの上に、なだてここオーレと書いてある。お前、相変わらず変なジュースが好きだな。なかなか珍しいだろ。コンビニで見かけたから買ってみたんだ。まあ、僕からのちょっとした詫びだと思って受け取ってくれ。詫びだと？さっきうちの若いの、丸橋が君に迷惑をかけただろ。丸橋って、誰のことかな。汚いジャージを着た下品なデブだよ。めっちゃ言うやん。ああ見えたよ。あいつ、うちの若い衆なんで。若造なんで。もう知ったのか、耳が早いんだな。うちは他より、ほう連想をしっかりさせていいのが自慢でね。なんだそりゃ。あいつ、バカだと思っていたけど、君に因縁をつけるとは予想以上だ。今度改めて本人から取材されるよ。怖いなぁ。あれでも、極道者の端くれだ。ゲージ名を授けさせておかないとね。天野メッセージ。吉祥寺のある、新作を拠点にするヤクザ天野恵、その現組長の息子。ああ、なんかいろいろ地名が。まだ学生だから組員ではないものの、それ相応の発言力を持っている。目が怖いね。そして俺と天野目は、高校の同級生で小学校からの腐れ縁となる。しかしよ、パンツ、君もなかなかなフェミニストだね。その一文だけを読むと、変態にしか聞こえないね。チンピラに絡まれた女の子を助けるなんてさ。マラハシの話は、女の子は僕らと同年代くらいの可愛い子だったようだけど。ジャガスの天野目、つまらんトラブルに巻き込まれただけだ。そうだと思ったよ。こいつ目がやべえな。つまらないヒューマニズムで戦うなんて君には似合わないからな。嵐でも来るんじゃないかと思った。さあさあ本題に入れ。帰るぞ。にやみつけると天野目は軽く肩をすくめた。やれやれ、世間話の一つもできないのか。人付き合いの悪さにも程があるね。こちらの話というのはもちろん、アングラマッチのことだよ。アングラマッチ、アンダーグラウンドマッチの略。中学時代、腕っぷしだけが自慢の折に天野目が紹介してくれたアルバイトだ。わやみの。アングラマッチはヤクザの仕切る喧嘩試合で、勝てばファイトマネーをもらえる。試合の参加者はよりどりみどりだ。元ボクサーやレスラーみたいな連中が全国から集まってくる。嘘みたいな話だが、この街の裏側には、そういう世界があったりする。いきなりメールが来たからびっくりしたんだが、やめるってのはマジかい？ああ、そのつもりだ。君はアングラマッチ最強のとこで多くのファンがついている人気選手だ。前線前哨って記録は大したものだし、戦いだって花がある。君の出る試合はいつも盛り上がりだ。こちらも、賭博のお寺戦でうはうはだ。なあなあ、考え直す気はないかい？無駄だよ、諦めてくれ。しばらく自活できる金も貯まったし、続ける意味がなくなったんでな。それに見せ物になるのは好かない。やれやれ、君らしいね。ふう、惜しいけどアングラマッチの件は了解したよ。やめたい時にやめさせろという中、君と交わした約束だしな。それに、周りが止めたところで、聞く男じゃないのはよーく知ってる。気が変わったなら、また言ってくれ。ああ、その時は頼む。けど、君は変わった男だよな。おとなしく夏美さんの世話になれば、お金の心配なんていられないだろうに。そういったパスタ、一人の方が気楽でいい。ああ、もったいない。できるものなら、君の代わりに僕は夏美さんのお世話になりたいよ。おっと、噂すればなんてやるだ。
人妻狙いやめときなよ。夏美は俺の女だ。俺のデカついてるから。あら、おパンツくんと天野めくんじゃない。脳が怒れるわ。こんなところで立ち話なんて何か大切な話、私邪魔しちゃったかしら。いや、話はもう終わりましたからお気遣いなく。それにしても夏美さん相変わらずお綺麗ですね。天野めくんも相変わらずお上手。いつもパンツくんと仲良くしてくれ、どうもありがとう。これ自分でつけるんじゃなかったな、変な名前な。自分で読むときはちょっと笑っちゃう。これからもよろしくね。はい、もちろんです。夏美さんも困ったことがあったら遠慮なく僕に相談してください。夏美さんのためなたとえ昼寝か目覚めからつくら変態に仕立て上げてやるよ、俺の読みで。天野くんは大げさな表現が好きね。天野と夏美さんの会話はいつもこんな感じだ。夏美さんは天野の素性を知っているが、恐れたりも嫌ったりもしない。女で一つでバーを経営しているだけあって、なかなか度胸が座っている。小僧としか見られていないんだよ。さてぞ、いい時間だし、今日はそろそろ失礼しますね。夏美さんの顔見られたし、今夜はいい夢を見られそうだ。ムカつくせ。ではごきげんよう。またな、おパンツ。バカにしてんのか、バカなのか。天野目はひらひらと手を振りながら暗がりへと消え去っていた。遅くなってごめんなさいね。あれから珍しくお客さんが途切れなくて。本当は適当なところで切り上げてしまってもいいんだろうけど。でも、店の居心地は好きだと言ってくれるお常連さんはできるだけ大切にしたいの。あのバーは亡くなったあの人が私に残してくれたものだから。夏美さんの本業はあくまで作家だ。バーの経営は趣味みたいなもので、散財はそれほど気にしていないらしい。なので営業努力はゼロ。客は一人も来ない日だってある。じゃあ行きましょうか。ホラー小説家だもんね。アミ、夏美さんが来たぞ。窓の隙間から室内へ声をかけた。お母さんお帰りなさい。はあ。あらあら、アミ、ずいぶん眠そうね。さあお帰りましょう。大つけちゃったよ。アミ、お兄ちゃんにご挨拶は？お兄ちゃんありがとう。おやすみなさい。二人は仲良く手をつないで帰っていった。リビングを適当に片付けてから軽くシャワーを浴び着替えた。こうして今日もまたいつも通りの日が過ぎていく。特別なことのためってに起こらない。狭くてごちゃごちゃしていて大して変わり映えのない平穏な毎日。明日も明後日もきっとこうして続いていくのだろう。それだ、さっさと寝しまうか。安物のベッドで横になった途端すぐに意識が暗闇へとほどけていく。はい、じゃあセーブします。ぶっちゃん。日常の終わり。日常終わったよ、とっくの前に。新井健一さんのでしょ。あら、いらっしゃい。ああ、ちょうどいいところにいました。店に入ると夏美さんから明るい声がかかる。コーヒーを入れようと思っていたの。今日とてもいい豆を譲ってもらったから。ちょっと待ってて。コーヒーの準備を始めた夏美さんを横目で見つつテーブル席の隅に陣取る。
店相変わらずガラガラだな。大丈夫なのか。めっちゃためじゃん。これくらいでちょうどいいのよ。常連さんもうちののんびりしたところを気に入ってくれてることだしね。今死ねっつったか。はい、どうぞ召し上がれ。カップがテーブルにそっと置かれた。香ばしい香り方でやってくる。あなたが来てくれてよかったわ。これね、あの人が好きだった豆なの。一人で飲むと寂しくなっちゃいそうで。アミリアまだコーヒーは早いし。お母さん、宿題全部終わったよ。あ、天神天神天神。奥の扉から出てきたアミが嬉しそうにこちらやってきた。お母さん、お兄ちゃんが来てると何で教えてくれなかったの。呼吸が強い。教えたらお兄ちゃんのことが気になって夏休みの宿題終われないでしょ。今日の分は宿題全部できたの。わからないところは。一つだけ。愛って何なんですかね。店内にある夏美さんの書き物机で亜美がレクチャーを受ける。愛について。亜美は勉強が好きで宿題も熱心にこなす。知らないことを覚えるのが楽しいらしい。教える夏美さんは楽しげだ。あ、そっか、わかった。ふふ、正解、よくできました。時間もちょうどいいわね。亜美、お兄ちゃんの兄ちゃんの家に行ってらっしゃい。はーい。お待たせ。兄ちゃん早く帰ろう。あ、そうだ、おパンツくん、ちょっと待って。これ忘れ物よ。何、パンツ。携帯用の懐中電灯。どうも見当たらないと思ったら店の置き忘れていたらしい。こないだバックヤードを整理しているとき貸してもらったでしょ。あの時返し忘れちゃってごめんなさい。今日もまなみの、アミのことをよろしく頼むわね。アミと連れ立って外へ出た。くそ、もう死因じゃねえや。今引きそうのあれでもまなみが俺の脳裏に刻まれている。駅前からしばらく歩き、高架下へとたどり着く。自宅アパートへまっすぐ帰るとき、ここを通るとショートカットになる。あれ？不意に網の歩く速度が鈍った。なんで真っ暗なんだろう。この道って電気ついてたよね。ここの補強工事中らしいな。そのせいで照明の数が減ってるんだろう、多分。そっか。お兄ちゃん本当にここ通るの？お兄ちゃん本当にここ通るよ。近道だから。暗いの怖くない？暗いの怖くない。お化け出るかも？お化け出るかも。そうかもしれないけど。あ、そうだ。お母さんに懐中電灯返してもらったよね。はい。懐中電灯使おうよ。ね。たくわがりだな。これでどうだ？うん、ありがとう。あ、お兄ちゃん。あそこにあるのって、写真撮るやつだよね。おぉ、プリクラ。駅前あたりでよく見る照明写真ブース。こんなところに。前に通った時はあんなのなかったよね。私興味あるんだ。ちょっと覗いてみようっと。ホラーだよ。何がホラーって、俺、アミの声読むときついのがホラー。アミはブースの中に入ってしまった。やれやれ。あ、調査モード。左スティックを刺すと今いる場所の調査を開始します。ライトを合わせると丸ボタンを押すと見ることができるよ。調査中ボタンを押すと調査が終了するよ。調査中に大号機を刺した場合、調査は終了して移動。ああ、はいはい、終わりました。証明写真を見てみようと。はい。他も一応見れるね。足は何か把握された後。一応、見とく？じゃあ。2階はバー。
火災報知器。まあ、言うて他にないかな。まあ、じゃあ証明写真で。購入式の証明写真ブース、最新が新しい。どうやみ、何やってんだ。お兄ちゃん。この椅子に座って、写真を撮るんだって。私撮ってみたい。いきなり何を言い出す。ゲーセンにある撮影機とは違うんだぞ。そうだよ。うん、それくらい知ってるもん。言葉扱いしないでよ、プンプン。これはね、遊びじゃなくて、大人になるための練習なの。きつ。撮ってくれるまで、動かないから。私、動かないから。そのわがままが子供なんだよ。子供扱いが勘に触ったらしく、アミは譲ろうとしない。気が弱いくせに頑固なところがある。めんどくさいことになった。お兄ちゃんお願い。今日のお風呂掃除、お風呂掃除私がやるから。わかったよ。何を言っても無駄そうなので、写真機の導入口に効果を入れた。そんな面白いもんかね、それ。私一人でできるから、お兄ちゃん外で待ってて。ちゃんと美白モードにするから。まず椅子を回して、はい、よいしょっと。それからね、どのボタンを押せばいいんだろう。これで合ってるかな。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、助けて。何やってんの。カーテンを引いてブツに入った。椅子の高さを調整して、ボタンを押すとどうなるか説明してある。お兄ちゃんも一緒に撮ろうよ。何言ってんだ。これ一人で撮るもんだよ。そうだけど、でも一緒に撮りたい。ねえ、いいでしょ、お願い。いや、だがな。ほらほら、早く写真撮られちゃうよ。叶わないな。はい、アミのわがままに付き合ってやることにしました。やった、撮れた。そんな嬉しそうじゃない。面白かった。私一回撮ってみたかったんだ。お願い聞いてくれてありがとう、お兄ちゃん。うまく撮れてるといいな。話をするうちに、現像が終わった。写真を確認してみると。お兄ちゃん。なに、これ。わあ。わあ、やみゃ。8枚の写真のうち1枚だけが異常だった。写真に写るアミの顔がひどく歪んでいる。いや、いや、何か異様なものがアミの顔にへばりついているような感じだ。歪んだ部分に浮かんだ目の数々。いずれも、アミの目とは似てもつかない見知らぬ誰かの目だ。何かを訴えかけているような、そんな気がしないでもない。お兄ちゃん、これって。いや、機械なくすなよ。そうだよね。他に考えられないもんね。ビビっている。お兄ちゃんもう帰ろう。いや、元内だわ。あ、方向機を操作すると場所移動です。移動を実行するかまた調査モード中にバツボタンを押すと待機モードに切り替わる。移動できる場所は待機モード中に表示される画面左上のパッド確認できる。ああ、わかりました、わかりました。了解です。まあ、死の時とそんなに大きくは変わんないかな。フェンスの向こう側は耐震工事のため店舗が取り壊されている。うん。シャッターには大きな傷。古いね。で、決めたら動いてない。うん、じゃあ進むか。あ、アミが足を止め前方をじっと見つめている。お花が散らばっちゃってる。本当だ。お花ないよ、アミ。アミ、お花ない。花瓶しかない。路上に白い瀬戸物が倒れている。
そして反対側の側溝にはしおれた花が散らばっていた。側溝の中にも花？見えんぜそんな。きっと風に吹かれて飛ばされたのだろう。あれはなんだ？お供えだよ。前にここで交通事故があったんだ。アミの表情が暗い。事故の被害者は知り合いなのかもしれない。お兄ちゃんお願いがあるんだけど、お花を花瓶に戻すの手伝ってほしいの。ダメかな？ムカつくわ。速攻の花を集めりゃいいんだな。やるならさっさと済ませるぞ。ありがとうお兄ちゃん。ちょろいっすわ。はい、速攻を見ます。花瓶に穴を戻すため散らばっている穴を拾う。枯れた穴をゲット。アイテムの使用、特定のスポットに対してアイテムを使用することができる。スポット選択肢に資格を押すと処理中のアイテムが一覧が見れる。使用者アイテムの選択肢で丸を押すとスポットにアイテムを使用。わかりましたと。またここに表示される説明文は解ファイルのチュートリアルから閲覧できるよ。あ、はい、ありがとうございます。一応この絵も見とこう。郵便機の中にはホコリが溜まってる。じゃあまあ、はい。花瓶を当てて枯れた花を刺した。よし。お兄ちゃんありがとう。ここね、ゆりちゃんが交通事故にあった場所なんだ。え？ゆりちゃんって誰なの？うん、高村ゆりちゃん。同じマンションに住んでた高校生のお姉さん。うちってお母さんが忙しいでしょ？小説の締め切りが近い時とか家にいたら邪魔になっちゃうし、その時期にね、ゆりちゃんがよく遊んでくれたんだ。もう少し聞いてみるか。どんな交通事故？1ヶ月くらい前にね、お家に帰る途中ここで跳ねられたの。車がすごい勢いで走ってきて、なのに犯人はまだ見つかってないんだって。わあ、かわいそうに。ゆりちゃん何も悪いことしてないのにひどいよ。もう少し聞きます。このお花は誰が備えてるんだろうね。もしかするとカールちゃんかな。カールちゃんって？ゆりちゃんの友達2人やプリキュア。私もよく遊んでもらったよ。話は大体わかった。ここで事故で死んだゆりちゃんにアミは随分懐いていたようだ。どれも初めて聞いた話だと思う。前にアミが話してくれたのに忘れているだけの可能性もあるか。ひど。これもね、ゆりちゃんがくれたの。ヘッドホン？ああ、なんでこんなん持ってんだろうと思ったわ。ソニーの回し物かと思った。これね、もともとゆりちゃんが使ってたんだ。新しいのを買ったからって古いのをくれたんだ。私が前に可愛いねって褒めたからだと思う。そうか。前にヘッドホンのことを尋ねた時、アミは黙ったまま答えなかった。まだ高村ゆりが死んだ直後の時期だった。心の整理ができていなかったんだろう。これをつけてたらね、ゆりちゃんをそばに感じられるの。悲しい時とか寂しい時とか励ましてくれる気がするんだ。私の一番の宝物なんだよ。そっか、そんな大層の代物ならちゃんと大事にしろよ。こうしたらゆりちゃんに怒られんぞ。いつの間にやらアミの顔に明るさが戻っている。これもヘッドホンの力だろうか。あ、そういえばさっきのお花しおれてたね。新しいお花備えてあげたらゆりちゃん喜んでくれるかな。そうかもしれないな。じゃあそろそろ行くぞ。うん。カイファイルゆりちゃん。おう、情報が。高村ゆりについて、ゆりという少女交通事故で亡くなった。アミと知り合いだった。カオルちゃん、同じく知り合いだった高村ゆりとも。なるほど、こうやって情報が溜まっていくのね。オッケーだぜ。カイファイル。入手したカイについての情報も目を開きとしてまとめたものがカイファイル。じゃあ、ゆりちゃん、カイじゃん。ネタバレじゃん。まだそうとは限るのか。まあ、マンホール一応見てよ。じゃあ進むか。コンビニだ。
コンビニだけど30分ぐらいなんで、ここで来とこうかね。次回コンビニのところから始めますね。まあ、なんかゆびちゃんが関わってそうな気がするんだけどな。まあ、次回をご期待ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひょうこまるでした。さよなら。